芸を磨くなるスニーカーを磨け。どうも、バスケットマンです。そんなあなたには、In Your Face ということでやっていきましょう。今日も始まりました。バスケットマンのスニーカーと NBA ということでですね、インスタライブとかですね、YouTube ライブでもたまにするんですけども、その時にですね、僕の持ってるジョーダン全部見たい、紹介してほしいという声が結構あったので、ちょっと今日は紹介させていただこうかなと思っております。昔ね、ガワリ君の動画出てる時に一回やったんですけども、あれからね、結構増えてますんで、ちょっとね、一個一個、開けてみたいと思います。そこで行ってみましょう！レッツティップオフということですね、ここに今全部あるんですけども、ちょっと出すのも結構疲れましたということで、一個一個開けてみたいと思います。まず1足目、こちら。はい。ジョーダンマンの箱。当たり前です。ジョーダンマンの紹介なんで行ってみたいと思います。まず1個目。はい、来ました。一発目からですね。最近の、LA2CHICAGO ということで、一応これジョーダン1扱いにしようかなと思ってます。SB じゃなくて、一応ね、ここにね、ウィングマークあるんで、ジョーダン1の扱いにしようかと思ってます。1個目はですね、最近の近畿ですね。ジョーダン1、LA2CHICAGO ということでですね、こうやって1個1個開けながら、ちょっと紹介していこうかなと思ってますね。行ってみましょう。次、2個目。行ってみましょう。ジョーダン1の箱です。そうなんです。もうこれ、くだかりやめますね。来ました。キンキンのね、シャッターバックボード 3.0 ということで、こちらですね。2個目がこちら。もしかしたら右のやつはちょっとキンキンの新しいやつかもしれないですね。2個目がこちら。いきます。3個目。開けてみたいと思います。ということで、3番目はですね、ジョーダン1、クリムゾン。持ってますね、クリムゾン。これが3個目ですね。多分こっちに行けば、古いのが出てくると思うんですね。一個一個。行きました。次、4つ目。来ました。もうフィアレスですね。こういっちゃおう、フィアレス。ということで、フィアレスシリーズの何かな？来ました。ジョーダン1。これもズームエアなんですけど、ジャンプは入ってるから、ジョーダン1の扱いで、フルセンレングス、ズームエア搭載ジョーダン1でございます。これが、4つ目。4番目ということで、どうぞ。よいしょ。ということで、4つ目。今日の動画は長いですよ。ということで、どんどん行きたいと思います。フィアレスシリーズ。ドン。ドン。よいしょ。何かな？これは何のフィアレス？僕の大好きなフィアレスですね。一番好き。ブルーザ・グレイト。これめちゃくちゃカラーリング素敵だよね、本当に。多分永遠に素敵なカラーだと思ってますね。僕の2019年の、トップ3に君臨したという、ブルーザ・グレイトということで、これが5つ目ですね。5番目ということで、次、6番目。よいしょ！出せ！よいしょ！これもフィアレスですね。最後のフィアレスということで、もうあと残ってるフィアレス、僕が持ってるフィアレスは、もう一つしかないんで、こちらですね。わかんない。シカゴトゥーノースカロライナみたいな感じで、ノースカロライナトゥーシカゴみたいなね。伝説と伝説の合体のシカゴ、オールパテントですね。こちらが、6個目ということで、次の例に移りたいと思います。6個目ですね。6。行きましょう。ここからもうちょっと古くなってくるかな。こちら。7個目。来ました。古くなってきましたね。古くはないか。オマージュトゥホームということで、7番目はオマージュトゥホームですね。もうこれもいいですね。本当に。こういうハーフ&ハーフみたいなスニーカー、もうちょっと出してくれたらいいなって。ちょっとターン硬いんですよね。オマージュトゥホーム。7番目。7。そして、8。8ということで何かな？ブレッド。ブレッドという名の、ちょっとテカテカしてきてるな、本当に。すげえテカってる、ラメみたいに。ブレッドという名の、これバンドですね。バンド。ここにちゃんとあるんで、バンドですね。8番目、バンド。バンド言ってたら、バンドみたいな。9番目、いってみましょう。よっこいしょ。よいしょ。9番目。来た。ブラックトーシューズ。つま黒ですね。もうこれめっちゃ光ってるな。これも多分新しい方じゃないかな、このつま黒は。超テカテカしてる。履いてるんですけどね、ちゃんと。もうこの紙がくっついてテカテカしてるっていうね、疑惑ありますからね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。次は10番目。来ました。10番目、こちら。もうパッパいかないとね、すげえ時間かかっちゃうんで、10番目。来ました。そう、こっちが新しい方の、違った、つま黒じゃなかった。ブレッドトー。妻赤と言われてるやつなんですけど、まあ、甲赤ですね。甲が赤いんで、はい、こちらですね。はい、これが10番目。はい、よいしょっと。はい、来ました。10番目、11番目。はい、危ない危ない。食べちゃう、11番目。はい、何かな。あー、これが多分、1個前のつまクロっすね。はい、こっちの方が好きですね。1個前のつまクロの方が俺は好きですね。こっちの方が高いんですよね、ちょっと。はい、つまクロ。綺麗なカラーリングです。はい、11番目。そうですね。11番目だよね。はいはいはい、11番目。はい、来ました。次、12番目。いってみようかな。はい、よいしょ。12。はい、12番目。はい、来ました。あー、来ました。シカゴ。いいカラーですね、シカゴ。はい。なんか、今年ね、復刻するって言われてますけどね、シカゴ。めちゃくちゃかっこいいね、やっぱシカゴは。はい、これが10、やべ、ちょっと喋ってると忘れちゃうわ。なんだっけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12番目ね、12目。はい、次、13。はい、これが12番目、13番目、こちらにございます。13番目。はい、来ました。名前がないやつ、オレオみたいなやつね。これもオリジナルカラーね。オレオって言っちゃっていいのかな。はい、パンダみたいな感じで。まあ、これもかっこいいですよね、結構。はい、13番目。はい、13番目。ということで、よし、いきます。よし、ちょっと。はい、次、14番目。14足目ですね。はい、14。来ました。14。はい。ブレッド、あ、これもう1個前のブレッドだな、多分そうだね。はい。めっちゃ、まあ、履き地はちょっとできちゃってるけど、まあ好きっすね。16、あ、16じゃねえ。あ、忘れちゃう。やばい、もうバカがバレちゃう。12、13、14。はい、14番目。はい、14と。はい、次、15。15。よいしょ。はい、来ました。15は、おいしい、ノースカロライナーということで、これが15。はい。まあまあまあ、みんな特に喋ることもないんですけども、まあ一個一個紹介する動画なんで、15。はい。次が16。はい、16。はい、16番目。はい、来ました。はい、来たー。ニューヨークシティニックスカラーですね。16。15番目が、あ、そう、なんだっけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、13、14、13、14、15、16番目ね。はい、16のビスト、そうそう、ニックス。まあ、これね、確かね、レトロのシカゴの時と同じ時期に発売され、1月2日発売だったかな、多分、確か当時の。はい、ニックスカラーですね。来ました。次、16番目かな。じゃあ、10、あ、また忘れちゃった。1、2、3、4、5、12、13、14、15、17番目。はい、17番目。17番目。はい。はい。あ、17来た。引用ですね。引用のようだね。はい。白。まっすぐ。いい。綺麗なカラーですよ。はい。次が、17が終わりまして、はい。18番目。よいしょ！長いよ！ 18 番目。はい。18番目。はい。引用、インですね。はい。まあまあ、綺麗。テカってるな。18番目。はい。引用、イン。はい、みたいな。はい。そして、次、19番目ですね。19番目。今日の動画長いね。19。来た。はい。スパイダーマンということで、まあ、可愛いよね。テカテカがね、青になってるしね。ここね。いい感じ。好き。俺結構好き。19番目。スパイダーマンということで、19番目がスパイダーマンですね。はい、次、20番目。20番目。はい、よくしょ。あ、シャッターバックボード 2.0 と言われてるやつですね。2.0。はい。まあ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 。まあ、俺はファーストカラーが一番好きかな。2.0。はい。よいしょ。19、10、あ、違う、僕さん、よいしょ。19、20、あれじゃあ、6、12、18、19、20、20。21番目。21番目ということで、はい、来た。はい、あ、そう、同じ並びだからね。シャッターバックボード 1.0。これが一番かっこいいかなって僕的には思ってるね。これ、いい感じ。はい。21番目ですね。はい。来ました、21番目。はい。次、22番目。あ、22、23、1、はい、22番目。よいしょ。はい、22番目。あ、来た。ウィートー。まあ、すげえいいですね。マルヒモってとこがちょっと嫌だけど、まあ、ウィート、俺結構好きです。22。はい、よいしょ。22。はい。23番目いってみましょう。23番目。出ない。あ、23。あ、23。はい。おい。お、来た。ディファイントだな、これね。ジョーダンは、ディファイント。はい。クチュールみたいなやつね。はい。フェラーリのなんかね、これがモデルになってるみたいなね、やつね。ちょっと高級革仕様的な感じだけど、これもね、履き地は結構ついちゃう。はい。23 6、4、23番目だね。23。はい、次が24。いってみよう。24番目。はい、出ろ。よいしょ。24番目。はい。来た。これがゴールドトーってやつね。はい。左右非対称じゃないやつね。これしか持ってないんで、まあ、これもかっこいいよね。めちゃくちゃちょっと痛そうだけどね。まあ俺結構好きなやつですね。はい、よいしょ。これで24番目ですね。ということで1回、はい、バスケットマンハーフタイム。疲れました。